誰がどの役かな。チクタクチクタク急いで行かなきゃ間に合わない、あ激尺するのはもう嫌だ、空チクタクチクタク時間はどんどん減ってゆく、もうとにかく僕には時間がない。ねえそんなに慌てて一体全体どうしたの、どこかの誰かと言ったかどこかで待ち合わせ、そう彼女はチクタクとっても時間にシビアだよ。そんなに、そうさ、だって彼女は女王様。チクタクどうにも時間がないから、話があるならまたの機会にしておくれ。それなら一つだけ教えて、なぜそんな時でも勇気に歌を歌うの。それはミュージックラブ、ミュージックラブ、そうさミュージックラブ、バナナ、ここがミュージックラブだからさ。じゃあお先に失礼、また会う日までバイバイさよなら。待って、お嬢さん、え？お嬢さん、私？そう、お嬢さん。なに？君は誰？私の名前は？君は名前なの？そういうあなたは誰なの？ふわふわいと追いかけてみよう。なんで？ふわふわいわからないんだ。私だよ、私んことだ、さっこしかけたら始めるぞ。お茶はいかが、お茶はいかが、楽しく飲めば世界も踊る。お茶はいかが、さあお茶どうぞ。お茶はいかが、さあお茶どうぞ。あいかれよ、楽しいティータイム。
私の誘う声が深い霧にこだまする。私の道はどっち、あっちそっちそれともこっち、優柔不断なお嬢さんだけどそれは私も同じ、あっちもそっちも悪く道、ああ喜びや悲しみや愛しさまで、歌にしたいもの全部塗り重ねていたな。最初に求めていたものが何かわからなくなって、最後に残されたものは透明な得体の知れない音楽と無光彩の残骸、それを芸術と呼べるのか誰にもわからない。頭の中はごちゃごちゃでも透明なのも悪くない、だけど決めた私は決めた私の道、私が女王様さ、何か文句あるの、私が歌えば誰もが釘付け、全てを復讐させるオーラ、あなたが女王様、そうさ覚えておき、美しい歌声、当たり前じゃないオーケストラ、さあ始めましょう私のミュージック、ピアノウッドベードラムブラスセクション、みんな言うことを聞き、私のために奏でなさい、すべて私のものよ、俺は女王様だからさ。ちょっと待って、これはみんなで奏でるミュージック、へんてこてもまとまらなくても、おーおー慌てな時でも、重なればハーモニーになる、理由は単純さ、なぜ We love music、 お話をしよう、昔話よりもっともっと素敵なおとぎ話、それはSacred.
Let the sea back at the moon. They might